フランソワーズ・サガンは、フランスの小説家、脚本家。本名はフランソワーズ・コワレ。ペンネームは、マルセル・プルースとの小説、失われた時を求めての登場人物、プリンセス・デ・セーガンから取られた。ロット県フィジャック近郊カジャルクで生まれた。父親は大手電機会社、アルカテル・ルーセントの前身の重役。母親は、地主というブルジョワ家庭で動物に囲まれて育った。ニックネームは、 危機だった。一家は、第二次世界大戦の間、初期はリヨン、それから、ドーフィネ地方ベルコールに疎開する。戦後、家族は、パリ17区マルゼルブオー通り167番地の自宅に戻った。危機は、学校生活に馴染めず、17区内の私立、ルイーズ・ドベティニコを3ヶ月も経たずに退学になりックの、私立区番でゾワゾワ女子寄宿学校に入れられ、さらに、 ドーフィネ地方グルノーブル近郊のカトリック系、学校参考で転校を繰り返した頃は非常に良い子で過ごした。その後パリに戻るとハックの私立アトメール校を在学中、二度目の受験でバカロレアに合格すると1952年秋からソルボンヌ大学に入学。しかし在籍中は無関心な学生で卒業はしなかったものの、この頃から諸女作の 悲しみよ、こんにちはを書き始めた。当時の潮流では、女性は結婚するのが当たり前であったが、書くことができなければ、医者になりたかった実際には、勉学や研究を行う勇気はなかったでしょうし、書く以外に何もないと述べている。大学在学中、諸女作の原稿を書きつつ、グランゼコール準備級試験を受けるが、不合格に終わった。 1953年の夏以降、サガンの親友フロランス・マルローは、母、クララ・マルローに、サガンの原稿を見せたが、作家だった母はろくに読まないままドゥノエル、出版社総務部長職にあったフランソワ・ヌリズイエに、原稿を渡したものの、同社は、目もくれなかったという。作家で、映画脚本家のコレット・オドリーには、結末の書き直しを提案された上で、 出版社3社を紹介してもらい、1954年1月17日、最終的に、ジュリアール社での出版が決定した。1954年5月、選考委員に、ジャンポーラン、ジョルジュ・バタイユ、ロジェカイヨは、マルセル・アル・ランラが揃った、非評価賞、プリでクリティックを受賞し、これがきっかけで、デビュー作、悲しみよこんにちはは、書店店頭で売り上げを大きく伸ばす。 家族との昼食の席で、出版社との契約と、悲しみをこんにちはを出版する運びになったと報告した当初、父親から、実名のせい、壊れは、表紙に使わせないと反対された。そのため、ペンネームが必要になり、サガン女行尺、ドロテア・ホン・ビロンの、ひ孫サガン公、エリド・タレー・ランペリ・ゴールから取って、サガンと付けたのは、マルセル・プルーストの、失われた時を求めて、 第3編、ゲルマントの方作中の一節に、当時のサガン公を連想させる人物が登場し、その名前の響きに魅了されたためであった。サガンは、文学界のマドモアゼル・シャネルと、ベルナール・フランクに呼ばれ、そのフランクや、常実の親友フロランス・マルローラ同世代や、ソーシャライトで、ダンサーのジャック・シャゾット、歌手ジュリエット・グレコとその妹のシャルロット・栄養、あるいは、 イタリア人の工業士マッシモガルジアラと親密に付き合い、取り巻きに囲まれて過ごした。莫大な収入は服や宝石、原稿など、周囲のものにとても寛大にかやたい与えては浪費し、息子ドニにろくに残さなかった。アメリカで旅行を楽しみ、しばしばトルーマン・カポーティとエヴァ・ガードナーと同道しており、1957年には自動車事故で重傷を負った。結婚は二度、相手は、 ガイシェーラー及びボブ・ウェストホフである。そして、どちらとも離婚した。パリ16区星大通り界隈に居住し、一人息子は写真家のドニュウェストホフである。若年期に成功し、サンジェルマンイコールデイコールプレ界隈で文学者ら名詞と交友した。人々はサガンを小説のキャラクターと混同し、重ね合わせ、彼女はすぐに裕福でのんき。 カジュアルで性的に解放された世代の女性版、ジェームス・ディーンのような象徴になった。しかし、莫大な金銭を得た人物にありがちなことであるが、立ちの悪い取り巻きに囲まれて生活し、薬物やアルコールに溺れただけでなく、ドービルに繰り出すなど生涯を通じ過度の浪費癖や、ギャンブル癖も治らず、数百億円も稼いだのに晩年には、生活に困窮した。 このような破天荒な生活を続けて、国会院所持で逮捕されたり、脱税できそうされたり、善科もあった。バイセクシャルでもあり、夫以外にも男女両方の愛人がいた。ゆえに、国内外のゴシップ誌にスキャンダルをかき立てられることも多く、芸能人顔負けのゴシップクイーンでもあった。後半生のおよそ12年間は、常述のように預金などを差し押さえられて、生活に困り、 また、心身ともに、薬物中毒の後遺症に苦しんでいた。2002年2月の脱税事件、エルフ事件の影響もあって、多額の罰金や追徴課税を支払う羽目になり、パリ市内のユニベルシテ通りの家からオルセイカ市通りの小さめの部屋へ、さらにリール通り73番地へとパリ7区内を転々とした。また晩年は、ノルマンディ地方のカルバドス県、リジュー群イクモビルの別荘、 ルマノアール・デュブルイユニコ・モリキリで、オン・フルールの病院で、心臓疾患のため69歳で死去した。2008年には、電気映画、サガン悲しみをこんにちはが、シルビー・イ・テスチュー主演、ディアーヌ・キュリス監督で作られ、サガンになりきった、テスチューは、セザール賞主演女優賞候補となった。中流の人々のやや平穏無事な生活の描写で、有名。デビュー作の小説、 悲しみよ、こんにちはは1954年18歳の頃に出版された。父親のジョージに出会った少女を描いた同作は出版と同時に世界的なベストセラーとなった。またサイモンガー・ファンクルのサウンド・オブ・サイレンスに影響を及ぼした。サガンは1996年まで多数の作品を発表し、その多くが映画化された。ジャン・ポール・サルトルと交流が深く、 作品には、実存主義の影響が見られる。後半期、サルトルの死後に発表された、水彩画のような地、夏に抱かれてでは、第二次世界大戦下のナチス政権、レジスタンス運動を題材とした。2001年の映画、ザ・ロイヤル・テネンバウムズの登場人物、マーゴ・テネンバウムは、サガンをモデルにしている。若き日の対談集。 愛と同じくらい孤独では以下のような人生観を披露している。主な執筆者のせいの ABC 順。ありがとうございます。